皆様こんにちは。溝上真一の教育論動画チャンネルナンバー205。本日は、上本洋子先生の、えー、探究的な学びを支える持続可能な組織の作り方と、えー、題するお話をいただきます。 のぼりもと先生、こういう方ですね。東京学芸大学、先端教育人材育成推進機構の准教授でいらっしゃいます。あの、教科の、えー、情報、それから、えー、探求ですね。あの、そういう専門分野でご活躍の先生でございます。で、今日、あの、配信いたしますのは、のぼりも先生と、あの、この、えー、インタビューをした内容ではなくて、えー、この8月21日に、東印岡間大学主催、神奈川県教育委員会共催の、えー、第4回 高校学びフォーラムというのがございまして、えーまあ、毎年8月にやっているものでございますけれども、えー、そこの基調講演で、のぶりも先生にこのタイトルのお話をいただきましたので、えー、そこを後であのフルバージョン、えー、ご案内いたしますので、えー、その、まあ、 ご案内ということでございます。で、いろいろあの、組織的なね、あの、探究の学び支える作り方いろいろあるんですけれども、えー、ちょっとこの後ですね、えー、3分ぐらいで解説動画といいますか、あの、ポイントをお話しいただきました。あの、当日の話はもう現場向けの非常にこう、たくさんの、えー、ポイントが並べられているので、ちょっとあの、聞き方間違えるとあの、大きなね、ポイント、一体何かって見失いますので、あの、それをお話しいただいて、えー、フルバージョンご案内と、こういう運びといたま ししままあ、た。1つは、えー、探究的な学習を行うことを学校の目標とすると2、えー、つ目は、えー、生徒が主体的に取り組むことができる環境を整える3、えー、つ目が各教科と総合的な探究の時間を両輪とした展開と、えー、こういうことでございますそれではまずあの上本先生のこのポイントの解説ですね、えー、3分ぐらいお聞きいただいてよし聞いてみようと思う方はですね、えー、フルバージョンご覧いただければと思いますはい、それではご覧ください 当院横浜大学で行われた高校学びフォーラムについてまとめます。あの、今回探究的な学びを支える持続可能な組織の作り方ということでお話しさせていただきましたが、ポイントを3つにまとめました。 まず一つ目が探究的な学習を行うことを学校の目標とすることです。あの、これ当たり前のようで意外とできていないところがあるかと思います。あのまず各学校でどのような生徒に育ってほしいかを明確にして、あの、教職員でしっかりと共有すること。あの、もちろん、あの、その後生徒や保護者に、こう、ともく共有していくことが大切です。また、あの、進めていくにあたっては、 校長先生や管理職の先生のリーダーシップも非常に重要になります。そして、総合的な探究の時間は、こう、担当の先生の、こう、なかなか、こう、負荷が高いということをよく聞きますが、あの、この先生がいなくなったら、こう、次は、こう、できなくなってしまったということがないように、その、 最初の立ち上げ、もしかしたら大変な部分があるかもしれませんが、こうグループで担当するですとかあの、持続可能な取り組みになるようにしていくことが大切です。2つ目ですが、生徒が主体的に取り組むことができる環境を整えることもポイントとなります。のの学ぶ主体は生生徒徒になります生徒の興味関心やた 探求に向き合う姿勢を引き上げていき、一人でも多くの生徒が没頭して取り組めるようにすることが大切になります。そして、あの、教員はどうしてもこう成果を上げなければと思ってしまうこともありますが、問題解決のプロセスを重視する進め方が大切になります。また、こう、学び方を学ぶことを生徒が自分で掴み取る学びに変換していく必要があります。 ポイントの三つ目です。探究というと、総合的な探究の時間で行うもののように思われることもあるかと思いますが、あの、各教科と両方であの展開していく必要がありますで。あの、探究的な学びにしていくにあたっては、あの、まあ、すべての先生がそういうわけではもちろんないですけれども、あの、一時間の授業で、こう、 1>, 1時間の授業をどうするかっていうことに精一杯になってしまって、生徒がこう学びを見通すことができていない。あの生徒自身が単元や学年、できればこう3年間を見通した、こう見通して、生徒と共有をして、これからどういうことを行いたいのかということを見通しを持って進めていくことが大切です。また、あの教員は、こう 説明して、こう説明したから、こう分かってし、分かったでしょっていうことになってしまうこともあるかと思いますが、教員がこう探求するわけではなく、あの、教員が説明して、それであの、終わるという授業ではなく、生徒がこう学,学んでいく。 事業に転換していく必要があります。また、あの、これは総合的な探究の時間であったり、各教科の探究であったりですとか、あの、教員がこう体験したことがない事業が求められているというところもあるかと思います。のこれにあたっては、あの研修をしていく、学校として研修をしていく必要もありますし、あの、教科を超えた組織を作っていく必要があります。また、 あの、教科や分野の魅力を伝えていくことも大切で、あの、こんなに面白い教科だよですとか、探求ってこういう面白さがあるよねっていうことを、あの、教員が伝えていくことも大切だと思います。であの、各教科は探求の種の方向でもあると考えます。